まずポールポジションから一気に飛び出したのはカーナンバー50長谷見正弘のトミカ P ダッシュスカイライン、そしてカーナンバー5高橋邦光の三菱スタリオン、カーナンバー20柳田春人のオートテックススカイライン、カーナンバー2ブラッディ・ジョーンズの三菱スタリオンと続く。86シーズンの全日本ツーリングカー選手権の経過を見ると、第1戦西日本でスカイライン RS ターボが、第2戦都合でカローラ・レビンが、そして第3戦つくばでスタリオンと日産トヨタ三菱が1勝ずつしている。そして注目の和田鈴木組は1位2位2位と快調にシリーズポイントをリードしている。しかしカーナンバー23その鈴木の日産スカイライン RS ターボはブラッディ・ジョーンズのスタリオンと接触してパンク、早くもピットイン。この間にトップから1周遅れ最下位へと転落。その後ラップで常にトップを約2秒上回るハイペースで飛ばすが、果たしてどこまで追い上げられるだろうか。レースは10周目に入ってカーナンバー50の長谷見がリード、それをカーナンバー7鈴木のミノルタアウター7000トムス FX が雨に強い FF の特徴を生かして2番手で追う。霧と雨という悪コンディションの中でスリップしてコースアウト、そしてぬかるみにはまってリタイアする車も多い。カーナンバー5高橋邦光も序盤戦でぬかるみにはまり惜しくもリタイア。そして長谷見のスカイラインをかわして16周目でトップに立ったカーナンバー7鈴木が40周目でピットイン、それに続くようにして各社もピットへ。カーナンバー23鈴木アグリもドライバー交代のためにピットへ。はい、OK。いよいよ和田がコースへと飛び出す。それではここで鈴木選手に話を聞いてみよう。和田選手と交代しましたが前半どうですか？そうですね、最初いいとこいたんだけど、スタリオンに後ろ最終コーナーで後ろから押されちゃって、でその時にタイヤ切れちゃってタイヤバーストしちゃったんですよ。それでピットインして、で追い上げて今10番目ぐらいかな、10番目ぐらいまで追い上げたんですけど、で和田選手と変わって、多分大丈夫だと思います。そしてレースは56周目から勝敗気量ながら FF の特徴を生かして安定したペースでカーナンバー7カローラ FX がトップを快走。ますます悪化するコースコンディションの中、カーナンバー23の和田はハイペースで飛ばし最下位まで落ちた順位を6位まで盛り返した。しかし西仙台で行われた第4戦は彼ら2人にとって最低の成績となってしまった。悪コンディションの中、この第4戦を制したのは関谷鈴木敏夫組のカローラ FX、 そして2位に長谷見たち組のスカイラインが入った。それでは関谷組のインタビューから。今日の勝因はどこにあったと思いますか？ズバリ。やっぱね、チームワークだね。みんなね、メガもタイヤも良かったし、まあどっちみ雨降ったからね、最大はやっぱ雨降ったから。あ、もう本当にうちはね、天気だったらね絶対の自信あったんだけどね、もうこの雨はねやっぱり、ね、全肉丼は強いからね、しょうがないですね。総合で6位。前半ね、いいとこ走ってたんだけど、なんかエアが抜けちゃって思わぬピットインという、ほとんど最後尾まで、最高位、もう最高位もいいところ、最高位まで下がったそうです、僕はちょっとね、びっくりしたんで、あれ、そんで、またアグリ君が追い上げて、40周、ちょうど40周ですね、で、バトンタッチして、結局6位、前の車も潰れたり、プレッシャーかけてスピンしたりとか、いろいろあったけどね、結果的に6位、まあ、まずまずじゃないですか、クラス2位ですか、表彰台は上がれなかったんですけどね。
遠い。一応あのスタリオンが潰れたんで、依然リードトップはリードしてると思うんですけど、次は富士のインターテック、これは上がりますよ。了承です。11月9日富士スピードウェイ86全日本ツーリングカー選手権第5戦はその頂点というべき国際大会で行われた。ジャガー、ボルボ、ホールデン、BMW、ローバービテスなどの外国勢とそれを迎え撃つ日本勢のスピードバトル。果たして秋のフィスコで主導権を握るのはどのマシンか。午前11時注目のうちにスタート。6万1000人が詰めかけたこの日、まずフルスロットルで飛び出したのが予選1位のカーナンバー51ジャガー XJS。 V12 5.3 リッター400馬力のエンジンがのっけから1周1分38秒台で飛ばした。続いてこの大会2連勝を狙うボルボ240カーボ、そしてオーストラリアのホールデンコモドアと外国勢が実力通りの走りを見せレースをリードした。期待された日本勢はカーナンバー2の中谷が乗るスタリオン、そしてカーナンバー23和田のスカイライン、同じくカーナンバー50の長谷見が乗るスカイラインが検討している。それではこの富士のコースを鈴木に紹介してもらおう。富士はあのやっぱりターボ車だからすごくああいう車は有利ですよね。あのやっぱ大排気量の車の方が、ちょこちょこしたコーナーがないんでパワーある車の方が有利だと思います。でも、富士っていうのは結構簡単そうなんですけど、グループ A で走ると200R の行く手前の 260R とか最終コーナーとかすごい怖いんですよね。こう見た目よりも乗ってる方が怖いコースですね。スピード出てて一番今年のグループ A のレースの中で、富士がスピード出ててちょっと怖いコースです。このレース鈴木和田組は彼ららしいマイペースの走りを見せ、ガソリンの給油も最小で済ませる作戦を立て2回で済ませている。前半からハイペースで飛ばした長谷見とは対照的な印象をファンに与えたことだろう。一方カーナンバー32のボルボはフライングブリックのニックネームからは想像できないような走りを見せ、快調にトップを走る。まるでボディスタイルとスピードは無関係だとでも言っているようだ。レースはこのまま終盤を迎えた。そして残り8分となったところで大きなアクシデント。2位を走るカーナンバー27のホールデンが左フロントタイヤを飛ばしてスローダウン。この間に長谷見和田の日産勢がクリア、上位に進出。優勝はボルボ240ターボ、昨年に続いて2連勝を飾った。そして後半の素晴らしい追い上げで長谷見が3位に入賞。それでは日本勢で最高の成績を残した長谷見の話から聞いてみよう。そうですね、やはりスタリオンとスカイラインの、いい勝負するかなと思ったんですけどね、前半スタリオンが行かれちゃったんでね、その点楽だったんですけどね、ちょっと外国勢はね、あれちょっと、尺ですけど、我々よりエンジン排気量大きいですからね、富士のコースでは全くそういう点では不利だったんでね、追いかけることをちょっとできなかったんですけどね、予選でも、4番手、本番でね、運よくね3番手になれたんですけどね、上出来ですね。あとインターテックみたいにね、外国からとんでもない車が来るとね、もう計り知れないですからね、速さっていうのは。そうやって国内だけでやってる分には、スタリオンと BM とスカイライン、BM ちょっと今年になって不調ですけどね、スタリオンかスカイラインかっていう戦いですからね。その上スポーツマン、ツインカムトラッド誕生、サニートラッドサニー、日産から。もっと楽しく感じるままに、ディチェッコ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 、
デチャコ主に男女に受けています。イタリアパスタの上流階級ディチェコ。